でもじゃあです、今回ですけども、脱毛サロンのスタッフの梅宮さんっていう、前回ね、動画に出てくれた女性スタッフの方がいたんですけど、その子に、ちょっとね、デートに誘われまして。え？いや、本当これ、モテる男は辛いなということで。まあまあ仕方ないんですけどね、それはもうもちろん魅力も溢れてるオーナーなんでね、僕はやっぱり今回はそのデートにちょっと付き合ってみようかなっていうふうに思ってます。で、一応目的地羽田空港なんで、羽田空港向かってるわけですよ。中国羽田空港やばくないですか？もう確実に遠ですよ。まあ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 、でもデート、まあ、聞かされてないと思うんですよ。デートってそういうことなんで結局、うん、まあまあまあ、でもそういうね、団らんしながら話すことでいろんな新しいことも見えてきたりするんで、梅宮さん優秀な方なんで、話す中でね、新しい何か見つけたりすると思うんで、やっぱそういうところに時間使うっていうのも大事でしょ。さあ、わかる？これが社長の務め。でも社長ってそういうことやからさ、若者で社長に憧れてたとおると思うけど、甘い甘い、ほんまにそんな楽なもんじゃないからさ、連れ来いよ俺に。行こう行こう、行くぞ。はい、というわけで梅宮さんと合流しました。どこ行くの？ここから福岡に。福岡？いきなり。なるほどなるほど。で、一旦とりあえずじゃあ福岡、ゆとり久しぶりなんで、あのもう3ヶ月ぶりぐらいなんで、積もる話もあるんで、いろいろ福岡で話していきたいと思います。じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあ、はい、福岡着きました。え、ここから先の予定はもう決まっとる。じゃあとりあえずもう梅宮さんのエスコートに身を任せるしかないんで、とりあえず今からどうする？とりあえず今から天神に行って。天神、あー、オッケーオッケーオッケー。いろいろ買い物する。あー、オッケーオッケー。買い物、まあまあデートってそういうものやろ。分かっとるよ、福岡で買い物。お前分かっとる。はい、今時の若者はわざわざ東京で買い物せんねん。福岡まで行って天神まで行くわけ、あえてな。ダメっすよ、邪魔しちゃう。カメラで持っとってええねん、ほんま。喋んなマジで。行きましょう。3ヶ月ぶりなんやけど、前にちょっと動画に出てもらって、はい、それが160万再生ぐらいされたんですよね、前の動画が。それ実際反響あった？いや、もう結構反響あって、それこそ地方の方からわざわざキャンペーンで体験しにいらっしゃる方とか、うん、あ、わざわざ銀座まで。そうなんですよ、本当キャンペーンのためだけにいらっしゃってる方とか。すごいな。俺聞いた話だったら、梅宮さん目当てでもう銀座店に梅宮さん指名で来る人がめちゃくちゃ増えたみたいな。そうですね、ありがたいことに。そうって、ね、いうのは聞きましたね。電話とかでも、うん、推しでも分かる方とかいらっしゃったりとかして。男って分かりやすいな。指名するわけやから、わざわざ。すごいな。まあでも店長もやっぱ結局人気なんで、店長目当てで行く人がおったわけやから、はい、やっぱ人を目当てで行くっていうのは結構そうですね、うん、あるんやろな。やっぱり動画で見てるからこそ、なんか親近感が湧いて、やっぱ行きやすいっていうのは結構お客さんでおっしゃっていただきました。すごいな。マイナスな反響とかなかった？マイナスな反響ですか？なんか出て、なんかちょっと嫌な思いしたみたいなさ。あ、まあ、それはちょっとあの料理のところでいじられたりとかはあったんですけど。そうですね。あ、なるほど。料理がなんかよく分かってなかったかっていうやつ。料理のところはいじられましたね、お客さんから。あ、なるほどなるほど。そっか、あんな160万再生されたらまあすごいことになるわな。でも概ね好評だって気するけどな。広報みたいになっとるもんな、もうもはやもうあの1回で。うん、あれ以来出てなかったけど、今回はまあでも脱毛1回関係ないわけやもんな。まあそうですね、今回は一旦は。そうですね、プライベートみたいなもん。そうですね、まあ一旦忘れて、はい、団らんというかね、コミュニケーション取るってことがすごい大事やから、まあ天神あたりでカフェっていうのがもう主流になってくるわけ。まずは若者の間では、東京の若者はもう天神あたりでカフェっていう、うん、自体はもうカフェ巡りなんで。まあね、巡らないとですよ。うん、まあ、前さんとかには分からんかもしれん、もう言ってはもう年32歳、分からんかもしれんけど、今時の20代は都内住んどっても天神でカフェ巡りするから。わざわざな1時間でフライトして、しかも日帰り。じゃあとりあえず一旦、まあ多分天神知らないと思うんで、まあ、歩きながらね、ちょっとまあ 見回りますか。まあ、カフェ行きたい、やっぱりカフェ行きたいですね。まあ、とりあえずカフェです。でもやっぱさ、話してて普通に韓国が普通に当たり前に話題に出てくるっていうのかな、すごいよね。話題の中心におるんや。実際確かに世の中の女性に聞いた時に、誰が今一番かっこいいって聞いたら、韓国の人を挙げる人ってめっちゃ多いと思うんだよな。まあもう俺も今だって言ったやん、パクソジュンなんや。パクソジュンが一番いいと思ったわけやん。一番かっこいいやん、正直。スタイルもいいし、まあまあ確かにな。顔ももう整いすぎた、どう考えたら。かっこいいわ、確かに。パクセロイの髪型であんなかっこいいってありえへんから。まあ最初パクセロイ見た時全然かっこよくないなと思うけど、後から辺から見たらなんかかっこいいんじゃないかっていう錯覚していくわけやん。あれ役場でもかっこいいんやけど、男性のお客さんでも、多いですよ。まあ絶対そうやろな、美意識高い人はそういうとこたどり着くやろ。まあそうやな、まあ、それだったら俺イテヨンクラスにハマって、イテヨンクラスの影響で、まあ、マネージャー雇うって決めたから。
あの磯がもう天才マネージャー。あー確かに。そう。あれやんや。そうや。俺天才マネージャー磯を見て、要は多分あれってさ、パクセロよさ何もしてないやん。あいつさ誠実なだけやん。いや前に見てもらったけど、あいつ誠実なだけ。よくよく考えたらあいつ何もしてないほんまに。もう全部磯ない。もうやっと。戦略とか。そう。磯が全部やったわけ。だからこれだと。磯がいれば俺もっと上に行くんだって思って、天才マネージャー雇おうって決めて探した結果見つけて、3月後半ぐらいから入ってきます。実はあれそうなんや。イディオンの影響じゃん。あれそうやね、イディオンクラスの影響受けて、そう超イソ雇おうと思って。イソおったらほんま強いもんね。イソ最強やろ。てか若干スア似とるやろ。あ確かに。スア あれスア派やもんね。正直顔で言ったらいやでもスア派、スア派多いやんか。ぶっちゃけ顔で俺正直スアもうアホやから嫌いやん。いやあいつマジでなんかチャンガにさなんか縛られとるとか言うけど、お前やめろよって。お前まあそれは俺も思ったけど、お前チャンガなんかいつもやめれるやろっていうもの、どこまでチャンガに縛られとるねんっていう。そうそう、それは選ばれへんわと思ったね。 あれはあのうざさな。イソは中身良かったな。あとおしゃれよな。イソおしゃれ、めっちゃおしゃれ。怖いぐらいおしゃれやん。イソのおしゃれさ。なんかおすすめってどれなんですか？今あの期間限定でやってるのが、はい、バレンタインシーズン限定のチョコブラっていうんですけど、もうチョコレートをふんだんに使ったスコーンのメニューです。おすすめです。なるほど。じゃあチーズケーキでお願いします。チーズケーキでじゃあチーズケーキ2つと、はい、あとそうですね、カフェオレ的なやつ。あ、カフェラテ。カフェラテです。はい、僕カフェラテのアイスで、はい、アイスで、はい、ちょっと甘めでお願いします。甘めで、はい、私もカフェラテでアイスで、アイス普通に甘くないのがいいです。甘くないの、はい、はい、じゃあお願いします。それはい、ありがとうございます。カフェ来ることなんかほぼないからな。ないですか？ないな。例えば一つ聞きたかったことがあって、はい、髪型、前髪下ろすのとセンターで分けるのどっちがいいと思う？誰さんはやっぱり前髪ある方がいい。ある方がいいんや。ある方がいい。ある方がいい。これがいい。結構ね、これね分かれるんですよね。分かれると思います。分かれてて、で俺はもう自分の髪の毛は下ろすの嫌やから基本的にセンターを多めにしたわけよ。いや、リクエストでめっちゃ多いわけ。髪の毛下ろしてほしいっていう。ハンジっていうか、ハンジドラマの影響で俺センター分けやんかと思ってます。そこ。逆に。こういうわけでもないやん。なんかやっぱり人それぞれ。なるほどなるほど。こっちの方がしっくりくるみたいなのあるんで。光の場合はこれ。こっちがやっぱり圧倒的。スタッフの中でも前髪があるみたいな。メガネはどうちなみに？メガネですか？メガネありかなしかって言われてる。たまに見せるメガネ姿はすごいかもしれない。あ、ね、逆にたまに。たまにがいいですね。これは切らなあかん名前がいい。もし下ろすのであれば、まあ、コンビ同士の絶対長い長い。もうちょっと切らない。切ったらぴったしないね。切ったら先端分けのあれがあれなの。ちょっと短くなるからさ。あ、でもちょっとこの辺まで先端あるから。俺が先端分けした理由もう一個あるやんけどな。正直長めの先端にした理由、俺がプレゼントあったことある芸能人の人から言われたのが、私はもう色気ある人が絶対いいっていう。あ、そうだから色気が必要っていう。だからこの前髪がここにある、この目の下にあることにすごいポイントが大事っていう。色気が出る。そう、俺は大多数の万人より芸能人一人を取ったね。俺そう男やからマジで。それを取ったね。俺はもうそこを取った男やから。いやでもそっち行くかな。確かに。そうそう、普通に考えたら俺も。そうそうそう、その一票が大きく、その大きな大きな一票が入ってしまったから、はい、もう前髪下ろすって言ってその中から消えた。シュッて。3人って100万人とその長澤まさみさんで、長澤まさみさんそっちの方がいいって、そっち取ると思う。正解。正解。それは確かに強いですね。うん、そうなってしまうよね。こっち取るかな。でもな、これあのアンケート取ったら半々なんや、はい、ほんまに。あ、そうなんです。このセンターと前髪下ろすどっちがいいですかって言ったらほんまに半々。ただ女性は多分前髪下ろすがいいで、男がやっぱセンターがいいっていう。男性受けはいいです。そう、なんかその何ていうかな、エリート感が出るのがセンターわけなわけよ。スーツとか着た時とか、なんかそういうできる男感っていうのが。今日はなんで下ろしてきたんですか？今日はもう久しぶりにちょっと下ろそうかなって。もう最近全然下ろしてなかったから、最近ちょっと髪の毛切ったからちょっと下ろしてみようかなみたいな。久々の、まあ、実は久々下ろしたらぶっちゃけもうちょっとしんどいな。もうだって俺アートメイクしたのにもう眉毛見えへんやとかな。あ、したですか？あ、でも下めっちゃ良かったな。良かったですか？良かったしたけど見えへんとか。あ、そうそうそうみたいな。もったいないやんって思ってないの俺。綺麗に描けるとそうそう、眉毛やっぱ綺麗なのがいいですよね。眉毛も大事よな。大事です。やっぱ脱毛でさ、この眉毛の無駄なところ、はい、やっとくとでかいよな。あそこもね、しっかり当てられる。そう、あれも大事っていうの、うん、本当に距離が楽になりますね。楽になります、うん、
めっちゃいいよな、それは。私も最近眉サロン初めて行きました。やっぱよかった。なんか最初いとこから聞いた時は3週間ぐらいなんか伸ばさなきゃいけないみたいな聞いてたんですけど、7ミリぐらい必要で。あ、そうしたら、そうなんです、結構必要なの知らなかったんで、あそこ耐えれたらめちゃめちゃいい仕上がりになります。なるほど、女性でも行くんやな。男が行ったイメージあるな。男の武器は自分できひんっていう。どう思うか分かんないけど、私も本当自己流で今までやってたんで、やっぱちゃんとプロの方にやっていただきたい。まあ、黄金比率やるもんね。そうなんですよ。最近だから服も変えていくって決めたから。どういう感じに変えるんですか。イソ雇ったから、イソに全部やってもらおうと思って。これでもサイズはなかったよな。これユニクロで買ったんやけど、XL しかなくて、でかすぎて、あれなんやけど、まあでもやっぱユニクロのレベル高いなと思った、ほんまに。こんなんがだって1000円とかでしょ。安すぎやなと思って。言われるんですよ、僕着てたら、ハイブランドなんですかって。分かんないんだな、多分。はい、来ました。甘めのアイスカフェラテ。いただきます。いただきます。うまっ。水しか飲まへんから、基本俺。ほんま気にせず行きたいけどな、ずっと。やっぱ肌とか気にしてる。こういうの飲み出したら、水生活をやめてしまう自分がおるから、もう撮影の時以外は飲まない。一瞬で。もう一回頼もうかな。もっとペースを。なるほどね。フォークを走らせるってことだよ。何人ぐらいで行くの？2人とか3人。ああ、でも本当に日によって違って、2人が結構多いですけど、多いと4人とかは全然。女子会ね。やっぱトークテーマは基本男なの。多いですね。恋愛系。恋愛系ね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなん美味しいでしょ、絶対。うまっ。濃厚やん。ケーキの中で一番チーズケーキだったし、好きなんで。確かに、俺も。その次レアチーズやろ。早いですね。すぐなくなっちゃう。はい、カフェ出て、次、どこか行くんですよ。その前に、インスタ映えする写真を撮ってもらいたいなって。あ、やっぱ俺だって男で動いとうからさ、結局だからそれで磯が必要ってなったわけ。前さんなんかセンスゼロやんか。佐々木さんもセンスまあそこそこあるやんか。ってもっとやる気がない。そこだ。そんなことないっすよ。もう部屋ビュー動いたらもう仕事の8割終わったと思ってた。あともう2割仕事。スマブラのことばっか考えてますもんね。佐々木さん。容量が良すぎるがあまりに手抜くことも上手いから、バレずに手抜くけど、俺にはもう自らだわ、全部。で、ちょっと女性のインスタ映えを撮る感覚ってすごいと思うんですよ。実際どんなもんなのか撮ってもらいたいなって。写真300枚撮る人のセンスって。ハードル上げてきますね。そう、場所も指示してもらって、はい、1枚撮ってほしい。マスクない方がいい。外した方がいいじゃん。それとほんまいい感じだ。半紙半紙だね、大丈夫。光のチェック結構厳しいですからね、ちなみに。俺自分でいいの撮れへんけど、見ていいかどうかパッとできるから、結構ほんまにこれ、あと梅宮さんセンス疑われるかもしれない。その辺的にどうですか今のところ。いやいやもう。あれはちょっと手抜くから、もう意味ないから。今もだスマブラのホームラン光の使い方考えてずっとウェビーのタイミング考えてますから。もうちょい斜め。結構。あ、違う。大丈夫。大丈夫。ウェビーさんちょいそうじゃないわ。この人スワやから。できるけど。仕事できるけど、多分センスないやろ。チャンガに縛られとうから。あーちょっと微妙や。これはちょっと確かに結構なんか悪くない気するけど。かっこいいですけどね。どうですか佐々木さん。まあまあ。佐々木さん一回撮ってみてください。本気な佐々木さん一回見せてくれませんじゃあ。100% 佐々木見せてください。100% 佐々木。明日もうここだからでしょ。緑入った方が絶対いいと思いますよ。佐々木さんほら撮り方かっこいいですよ、なんかめっちゃ。なんか朝しかないですから。朝でこの仕事終わるんで。本業なんですよ僕。ちゃんとやってるんですよ僕。あ、いいっすね。あ、いいっすね。あ、勝った。ほら。須田 100% 結構強いですからね、本当に。本当に 100% か。手抜いてないか見ますね。すぐここ手抜くんで。あ、でも確かに。あ、すごいっすね、やっぱ佐々木さん。ほらほらほら。いや、もう毎回やってくださいよ、佐々木さん。でもこれやらないから、超人やっとやればできるけど、やらない。いや、バレちゃいましたね。とうとう。やってるんですよ。で、ウェンさんが見て、その写真どうですか、一回見てもらった方がいいじゃないですか。いやいや、ちょっとない話してるじゃん。ちょっとない話してるじゃん。ウェンさんの一枚も、いや、よかったです、あったよね、一個。まあ、でも二人ともまあ本当のチョイソにはなってないんで。3月に入ってくるイソの写真はまだインスタグラム上がるんで、概要欄貼っとくからインスタグラム見といて、これ貼っとくから、この2枚も。あのどっちの方が良かった。ああ、確かに。それ知りたいもんな。OK、じゃあ次、行きますか。行きます。着いた？どれ？え、とか、リジャンじゃん。え？今日の目的地はこちらになります。え、脱毛や。しかも本当に意味じゃないですか、いつの間にか。え？明けましておめでとうございます。いや、明けましてじゃないですよ。はい。なんで言いますか？福岡、はい、店舗ができましたので。いや、それは知ってますよ。福岡できたら、はい。はい。名古屋もできましたよね。そうです。今日デート。はい。ちょっと連れてきてほしいなと思って。え？黒幕っすか？オンチとの指令で。せっかくの楽しいデートに水ささないでください、マジで。だからもうハニートラップじゃないですか、ハニートラップですよ、やってること。スタッフを使ったハニートラップじゃないですか、やってること。ちょっとすみません、言葉間違えました。
まあまあ、うすうすなんかそんな気はしとったけど、まあさすがにおかしだと思うやん。さすがに俺もいきなり福岡行ってさ、何すんねんと思うやん。まあまあまあ、でもつかの間のまああれでしたけど、楽しかったんでね。皆さんにはまだ言ってなかったんですけど、なんと脱毛サロンの7、8、9店舗目一気にオープンしました。うわー、ありがとうございます。福岡の方が男性女性、はい、で名古屋の方が男性という形でオープンすることになったので、ガイアロンの方に詳細貼っとくんですけど、まあ、これからどんな感じの店舗なのかっていうの見てもらおうと思います。まあ、場所がまあ結構こういう大通りっていうんですか、まあ、結構何年も入ってる。だってマクドナルド入ってますからね。楽天モバイルとマクドナルドあるんで、ここにすごい、まあ、すごいよなこれな、はい、うん、ワンカルビとかも結構有名なやつ入ってる中にいるんで、まあ、かなりいいところの店舗ですここ、はい、でこの店舗でちょっとね、まあ、どんな感じなのかっていうの見てもらえたらなというふうに思います。めっちゃおしゃれな場所やな、これすごいな、なかなかの土地やな、これ金かかっとるぞマジで。いやこれやばそう、目の前ドンキすごいな、すごいな、はい、じゃあ店舗の前に着いたんですけど、ちょっといかつすぎるぞ。銀扉かっこいい、これ高級ラウンジみたいな、なんかちょっとすごい、すごい、ここ鏡あるでしょ、両サイド、すごい両サイド、これこの鏡のどこあるすげえな、これ。ぜひちょっとね、福岡、名古屋、まあ、結構こう待望だったんで言われてたんで、もうもっと広いところ出してほしいみたいな、うん、脱毛興味ある方はぜひ来てください。キャンペーンの詳細も、まあ、多分キャンペーンすると思うんで概要欄貼っときます、はい、間違いなくキャンペーンするんで、さすがに新店舗なんで、まあ、全店舗何かしらキャンペーンすると思うんで概要欄載せときますので、だからちょっとぜひ来てみてください。じゃあちょっと行きますか、なんかうわぁ、綺麗、お願いします、お願いします、すごっ綺麗、店舗ごとになんか雰囲気違うな、うん、地味にこれ9店舗でできるって結構やばい、どこまで行くの、何店舗作る気やねんってぐらい作ってるもんな、ほんまに。でここがレディースの店舗なんですよ。で向こう側にまだメンズがあるんで、ちょっと一回軽くどんな感じなのか案内してもらいます。お願いします、お願いします、お願いします。じゃあレディースで、はい、お願いします。部屋がまずこちらのカウンセリングルームが4つありますね。中身が立地変わるだけで変わるな、うん、なんか間取り変わるだけでこのような感じで、かっこいいやっぱ可愛い感じ。確かに綺麗、うん、もう音楽がなんかもう高級感あるもんな音楽がもう違うやっぱり、うちの YouTube の BGM と全然違うやろもうこれから俺のチャンネルの BGM これ流しとってくれあんな設定流しとったらあかん、バックネージ流しとったらこちらも一応結構お人気ですね、はい、これだから本当にまあ、あ確かに保護者同伴で三者懇談とかここでこんな感じで学生でもまあ脱毛興味持ってる人いるんで、ね、まあ、カップルで来るとか、カップルでいいけど、カップルでまあ付き添いで来るとかあるってことか、はい、分からんけど、じゃあ行きますか。こちらがレディースの施術部屋。ああ、施術部屋で、はい、なるほどね。白を基調としています。確かに、まあ、レディースはね、あんまり店舗がないんで結構レアなんですよね、うん、基本的にメンズやってるんで、ね、僕たちパウダールーム、友達同士とかでも来てもいいかな。確かに広いね、やっぱりな、広いですね。こちらシャワールームもあります。なるほど、はい、お金かかってますね、これも本当に。またおじさんの頑張りですか、これ頑張りましたすごいですよ、どこまで行く気なんですか、おじさん、これ本当に。いや、そうですね、まあ、この地方都市、地方の主要都市には出していきたいなと思ってるんで、はい、やっぱりこう東京に物理的に来れない人とかもやっぱりいると思うんで、はい、まあ、次、例えば札幌とか、なるほどね、まあ、そういうふうな形で、様子見ながらやっていきたいなと。札幌多いですね、要望、あとなんか静岡多いイメージあるな、まあ、そこら辺もまあいずれはうまくいっては展開していく、今のところ現状うまくいってるから、こんな軌道でいってるんで、今後もちょっと頑張ります、まあ、僕は基本宣伝で、はい、こういうふうにハニートラップかけられながら宣伝していくみたいな。ただちょっと YouTube っぽく、はい、まあまあそうですね、 僕、まあ、僕もちょっと気持ちは YouTube、 あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです、気持ちは YouTube はい、面白くないって YouTuber ですよね。ちょっとまあでも今回の面白かったです、正直。あ、本当ですか。はい、凝ってるなと思いましたね、うん、はい、まあ、ちょっと分かってましたけど、うすうす、まあ乗っかりましたけど、だいぶじゃあ次メンズの方いきます。たびたび聞かれるんですよ、僕いろんな事業やってるんで、まあ、脱毛さんは結局どうなったんですかみたいな言われるんですけど、まあ、なんだかんだね、水面下でうまくいってるという状況です、今現在。触れてないから分からんで、まあでもね、視聴者からしたら複雑的にこういってるというよりも、こう右肩が徐々に上がってる感じで、あ、で、まあ、僕たちの狙いとしてはいずれどっかでこのメンズ脱毛ブームがドカンってくると思ってるんですよ、うん、ドカンってきた時にテレビとか取り上げられた時に店舗がなかったらどうもできないじゃないですか。だから今のうちにこの蜘蛛の巣貼っとくという戦略です。いつか来るんじゃないかって、その特に備えてるんですよ。なるほど、これ来なかったら終わりです
多分でも絶対来ます。だからちょっと今からあの韓国の人お願いしたのはもう脱毛のドラマ作ってほしい。あのパクソジュンとあのパクソジュンとあの逸役の人キムダミね主演であの脱毛のドラマお願いします。はい、脱毛サロンの主人公が。はい、それで脱毛する。経営する。そう脱毛経営のドラマでもう一泊入りますそれで。メンズ脱毛。リジャンヌ。はい、よろしくお願いします。リジャンヌ。それ来てくれたら一発よな。そうですね。でもそういうの大事よな。あるかもしれません。いやあれ絶対ある。脱毛テーマにした。そうワンチャンあるよな。じゃあお願いしますね。お願いします。本当誰でもいいんで、日本でもいいんで本当にもう。でもそこはもう先見性よ。もう先を見据えて網を張っとくっていう。まあまあまあ。はい。もうこれ賭けでもあるんですけど、まあ僕は信じてるんで、ね、美容が来るっていうこと。じゃあ行きましょう次。すげえこっちゴールドね。すごい。すごいな。光るカラー。すぐ隣にメンズがある。かっこいい。あのメンズとレディースって分かりにくいですよね。なんか書いてたら便利ですけど、ね、なんか思いません。なんかちょっと書くようにします。メンズとレディースって分かりにくい。じゃあ。おー全然違う。全然違う。すごい。お願いします。あ、はい。すげえ。はい。また。確かに。すごいですね。すごっ。ちょっと雰囲気が全然違う。確かに全然違うな、これ。はい、確かに。スリッパの色も違うからな、これ。地味に。地味に。そう。全然違うな、ピンク色でメンズは。ピンク色もやっぱいいな。カウンセリングルーム。あー、ここから若干違うもん。ほら、ここ金やもん、だって。あ、ほんまや。テーブルで、これ黒いし。箱まで黒いし、やっぱちょっと。色ちゃんとおしゃれにしちゃうんだ全体的に。統一感出したの。うん、統一感出した。メンズのパウダールームとサワー。おお、確かにここの色確かにちょっと違うな。違う。おしゃれやなこれほんまに。内装すごいな。遊具場もこの人に任せた方が良かったんじゃない。もしかしてそのせいでできたなちょっとな。こちらメンズの施術でやる。あ、色違いますもんね。確かに確かに。こちらが脱毛でフェイシャルの部屋があります。はい。あこれですね。まあね、今後ね、この脱毛業界が発展していくということを予測して見込んでのこの旧店舗の展開なんで、まあ、どうなるのか分かんないですよね。まあ、流行るようにも僕も仕掛けていきたいんですけど、まあ、世の中 その流れみたいなのありますからね。これメンズの脱毛が一気に来るっていうタイミングを予測してるんで、僕たちはそれを来てくれたらいいですね。本当にそれ来た時にこう店舗いっぱい構えてたらその各地の人が行けるじゃないですか。今はまだこうじわじわなんですよ。そうまだまだじわじわなんで、これどっかで火つくんで、ちょっとマツコデラックスあたりが取り上げてほしいですけどね。まあ韓国ドラマかマツコデラックスあたりが取り上げてくれたらありがたいなと思ってます。それかもバイキングでもいいですよね。バイキングでも、うん、バイキングあたりで取り上げてくれたら。こちらが送信の機械ですね。マズコーチ。あ、これあれですね、痩せる系ですね。ああこれですね。これガチでね、あの効果すごいらしいんで、まあ興味ある方はね、あの来てみてください。でこのリジャンヌで働きたい人も同時にちょっと募集したいなと思ってます。まあ9店舗やってるんで概要欄の方に、ね、求人貼っとくので、興味ある方はそちらの方でちょっと応募してほしいなと思います。あとキャンペーンはちょっとしたいなと、さっき言ったんですけど、まあ、9店舗なんでなんかまあ初回それこそ900円とか900円、初回900円とかでまあいけたらなっていう、そのまあいろんなのあるんです。送信だったりフェイシャルだったり脱毛ってあると思うんですけど、これ全部900円初回とかっていけたりします？光さんが言うなら。まあでもそう、体験でね、お試しでこのきっかけでここに来るって足を運んでもらうってことが結構全てなんで、まあ興味ある方はお試し900円で初回させてもらおうと思ってるので、もう詳しく概要欄で貼っときます、どういうキャンペーンの内容か。まあそれよく読んで興味ある方は来てください。店舗9店舗あるんで、全部どこでしたっけ、銀座、池袋、難波、阿部野、はい、三宮、福岡、名古屋、もう結構広がってるんで。でレディースが大阪と福岡、はいですね。あとはもう基本メンズです。なので近くにあるっていう方は、興味ある方、まあ、初回安いのでぜひ来ていただければなというふうに思います。じゃあちょっとせっかくなんでこの福岡店舗でこのフェイシャルやってみたいなと思います。僕顔のやつかなり気持ちいいらしいんで、はい、ちょっとじゃあいいですか。はい、こちらの、あ、はい、お願いします。ちなみにこのフェイシャルっていうのはどういう効果というかあるんですか？こちらは毛穴洗浄になりますので、はい、たまった毛穴の黒ずみとか。あ、僕多分ね結構少ないですよ。結構綺麗な感じですよね。まあ、結構少ないです。多分結構やってるんですよ僕。めちゃくちゃ綺麗。はい。ダーマペンとかですか？ダーマペンとハイドラフェイシャルやってます。ハイドラフェイシャル、あ、これ結構本当ハイドラフェイシャルと同じような。あ、なるほどね。ちょっと汗やばいな。汗やばい。はい。まあ、でも汗かく男の方がいいっすよね。汗かく。ぶっちゃけどうですかそこは？いや確かにそうですね、汗かく。まあ、代謝がいい男ってね。やっぱ脳が活性化してる証拠なんで。確かに代謝はめちゃくちゃ良さそうな。そうですね、感じがやばいですね。やばいですか。はい、エネルギーを鬼ほど使ってる。鬼ほど使って。光さんに憧れて、はい、本当に美肌に会いに来てる方がたくさんいるので、いはい。いや嬉しいですね。ぜひこのフェイシャルも押していただけたら嬉しいです。
まあ、でもいろんなことするの大事ですよね、本当に自分に合ったことを見つけてするのが大事というか、はい、では先に軽くクレンジングをしていきます。はい、お願いします。で、僕美容施術受けるの好きなんですよね。あ、そうなんですか。なんかレベルアップした気がするじゃないですか。うん、でも結構本当にインスタとかでも見てるストーリーすごいいつも施術に行ってるなっていうイメージがあります。そうですね、本当にやってますもんね。全部でも載してはないですけど結構載して、はい、一部載してました。ダウンタイムの時だけ載してますね。ダウンタイムやらせてなんかもう言わないとバレちゃうじゃないですか、どっちにしろ。はい、だ基本は載せないんですけど、あんまり。でも本当に綺麗ですね。ただ進化していきます。いえ、すごい。どこを目指してる感じですか。もあのパクソジュンです。パクソジュン目指してます。ちなみに一番好きな男性って誰ですか。芸能人とか韓国の人で誰でもいいんですけど。一番好きな男性タイプです。タイプですか。はい、そんなガチなやつを言ってもいいんでしょうか。はい、もちろん。全然いいです。本当にそれは聞きたいです。横浜流星くんが好きです。あー、最低ですね。確かに日本の中でもトップですね。もう本当に確かに日本人のトップですね。背もあってイケメンで運動もできて、しかも空手も強いですよね。そう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 、身体能力、身体能力高くて演技もできる、完璧じゃないですか。すごいな。一番人気の、トップ3に絶対入ってくる。でもね、多分横浜流星君って、はい、女性人気すごいですよ。男の俺から見てもめっちゃかっこいいですよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあもう万人受けするタイプですかね。万人受けです、あの人は。本当に確かに最強ですよね。いやー、かっこいいですね。かっこいいですね。あれはちょっとかっこよすぎるな。雷神おったもんだって。夏川天心君の。そう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 、雷神おったで、これちょっと遠目で見たもん。かっこよかった。まあ、遠目やけどちょっとビビったな。じゃあ次は洗顔していきます。施術の前に軽く、はい、ちょっと汚れを落としていくって形ですね。なんで日焼け止めとか男性で塗ってる方いらっしゃいますので、そういう方でも一緒にまず汚れを落としていきます。気持ちよさそう。でもやっぱ美への探求心も衰えないですね。僕3年くらい頑張ってるんですけどまだまだなんですよね。まだまだこれ切りなくて、マジで。はいはい、まあ、こだわりだしたら確かにもう一生気になりますから。俺1年ぐらいなんかずっと言ってるんですよ。あと3ヶ月頑張れば多分綺麗になるわって言って、それをずっと繰り返してて今も、もういまだに言ってるんですよ。あと3ヶ月後多分生まれ変わっとるって。もうめちゃくちゃもう、じゃあもう毛穴も見えなくなるぐらい綺麗に。いや、そこまで頑張りたいんですよ。あ、そこで。でも脱毛も大事なんですよ、やっぱ。だから毛穴が、はい、そうですね、ちっちゃくなるじゃないですか。毛穴が、はい、ちっちゃくなって。やっぱり通ってる人って清潔感ある人多いですよ、やっぱり。そうですね、やっぱり皆さん。そうですね、実際の写真に上がるじゃないですか、インスタとかに。はいはい、清潔感ある人多いなと思うんですよね。女性とこう近い距離で顔見られるから。あ、そうです、そういうのも意識もあるんですね。やっぱそれちょっと意識上がるような、こんな距離で顔まじまじで見られる反射ぐらいじゃない。皆さん気軽に、はい、来てほしいです。では早速施術に入っていきます。はい、こちら3つの液体を使ってやっていくんですけども、はい、最初は角質、お肌ってまず柔らかくしていきます。なるほど。これって痛いんですか。これは、人にもよるんですけど基本的にそんなに痛くないです、ね。なるほど。でも軽いちょっとピーリング剤が入ってますので、少し人によってピリつきが出る方もいらっしゃる。なるほど。ちょっと顎先から失礼します。このやっぱお肌を角質柔らかくしていきますので、例えばこの後に脱毛したりすると脱毛の光が中に入りやすくなる。ああ、効果が高まる。効果が、はい、めちゃくちゃ上がるので、一緒にやっぱやってる方が多いです。あ、それピリピリするケースね、これかなり。そうですね、ちょっとピリつきが、普通のそのピーリング剤とは違って美容液成分が入ってますので、お肌を痛めずにピーリングしていくことができます。過去振り返ればこう肌をこう女性に触られることも普段ないからな、確かに。そうなんですね。あんまないですよね、生きてて。触られてそうな感じが。まあそうですね、触られてますけど、ね、振り返れば触られてましたね、確かに。絶対、うん。でも僕少なくとも月に 2,3 回はこういうのを受けますからね。すごい。結構顔はやっぱりダウンタイムとか。ダウンタイムがあるやつはダンバペンだけなんですけど、他はもう基本ダウンタイムのやつを受けてますね。こういうお花のやっぱ黒ずみますね。確かに気になる方多いのでしっかりと拭き取っていきます。今大丈夫ですか、ひりつき感など。あ、大丈夫ですね。はい、はい、では次ギバンの液体を使いまして、では角質の、まあ、油脂ですね、皮脂などを溶かしながら吸い取っていきます。これ結構なんかニキビとか気になる方はこの液体を多めにしてあげるとすごい効くので、まあ、T ゾーンとかが結構やっぱり皮脂が出やすいところですね。ニキビ悩んでる人多いですよね。いや、やっぱ結構多いですね。一番の悩みじゃん、ニキビって。そうですね、やっぱニキビが、まあ、たまにできたりしますから、ね、うるさいもんな、大人になっても。大人になってもなんかできる人できるもんな。俺もだって大人でもできるタイプだったもん。あ、そうなんですね。今はどうですか。今はもうできないです。あ、できなかった。はい、今はちょっとまあいろんな施術を重ねて、はい、減りましたけど、でも何もしてなかったら未だにできてると思いますよ。ああ、
そうですね、やっぱこういう施術を受けることで本当肌 の、 そのニキビ自体できづらくしてくれますので、うん、続けていくとそういう肌質を変えていけるっていうのはあります、まあ、大事ですよね。はい、尻も積もる山となるじゃないけど、なんかいや本当に、はい、頑張った分だけ一回なんかその針の施術受けた時に、はい、針の先生が言ってたのが、ここに芸能人通ってるって言ってて、はい、めっちゃ有名な人なんですよ。俺が知ってる、はい、もうみんなが知ってるレベルの芸能人通ってて、大物女優の人なんですけど、はい、その人週5回来てるらしいんで。5回ですか？5回って言ってました、その人。それぐらい努力してるんだなと思って。すごいですね、週5は。めっちゃ有名で本当に大物なんですよ、誰もが知るような人です。それぐらい努力してるんだなって、見えない努力を。綺麗な人も努力はしてるってことですね。そうですね、まあ、何もしなくて綺麗な人も稀にいるんですけど、うん、やっぱ努力した人が綺麗ですよね。うん、マスター的にどう変わってきてる俺の顔。1年ぐらい前と比べて俺の肌めっちゃ変わってない。あ、それは変わったで、そら当然、うん、でもこうやって髪の毛だけこの距離で撮られることあんまないと思うんだ多分。あ、確かに最近撮ってなかったよ。確かに全然違うよ、もう、うん、めっちゃ綺麗だったのよ。そう、確かにこうアップで見てた時も、うん、だからノーマルカメラのドアップどの角度からでも耐えれるっていうのを目指しようから俺。やめ、それテーマやから。いや、テレビ出るし、いずれ。あ、テレビの画質やばいですからね。テレビで脱毛サロン経営してるっていう名前で肩書きで宣伝してもらう。テレビ宣伝が最強でしょ結局。もう肩書きいっぱいあるんですけど強いですよね。まあね、唐揚げ屋さんもやってほしいな。肩書屋さんとか肩書き何個でもあるからな。 YouTuber 何個ぐらいあるんじゃん肩書き。ぶっちゃけでも一番宣伝したいのは、まあ、脱毛宣伝したいな。やっぱな、脱毛って結構でかいし、テレビの効果。あのヘッドスパこの間来ました。本当ですか？はい、ヘッドスパなんかめっちゃ今流行ってきてて。そうですよね、結構みんな好きですよね。ヘッドスパかなり来てますね。今インフルエンサーで流行ってるからね。次なんですか？あ、次は3番の液体を使って、はい、今度角質柔らかくして汚れ吸い取ったので、次は美容液成分入れていきますね。あ、なるほど。ちゃんと中に。これは大事なんですよね。結構これ大事ですね。まあ、今のこの俺の肌を覚えとってください皆さん。また1年後ぐらいに公開しますね。はい、今でも確かにもう十分すごい綺麗になったんだと思うけど俺も。まあ、まだでもまあまだ本気出すから俺。まだ気に食わない。まだすごい。まだね、鏡見た時にやっぱちょっとムカつくんですよね。多分違うなって思うんです。ムカつく、やっぱ違うなっていう。まだ肌とかある。理想の肌はやっぱね、パクソジュンレベルですよ。パクソジュン、パクソジュン。でもその横浜リスとか死ぬ肌綺麗やから。あ、うん、もう別格やからさ、やっぱ天は何物与えたんかみたいな人や、あの人って。まあ、確かにな、うん、天は二物与えないどころの話じゃないやん、マジで。完璧ですよね。確かに。まあ、肌ぐらいはね、追いつこうかっていう。でも、うちに来るお客様も皆さんやっぱ憧れてるのは、みんな口を揃えてヒカルさんって言いますので。まあ、そうっすよね、そら。いや、それはもう、それは間違いないと思います。だから、そうなんですよ、ね、それに言われ慣れすぎても、男性イコールもみんな目指してるものをヒカルさんみたいな形で、うん、やっぱりそう言われるだけ頑張らなきゃいけないの、俺も。衰えたら終わりやと思ってる、うん、だ俺が30超えても美しくなり続けたら、あ、この人マジですごいなってなるやん。40歳までこの顔キープしてやばくない？それちょっと楽しみですね。だ俺らも年々若返っとって言われるから、やっぱまだ。ですよね、本当もう分かんないですよ、年齢20代に。20代って言われるんで、どこまでいけるか挑戦やな。美容業界がもっと活性化してほしいな、メンズの。まあそうですね、でこれから絶対来ると思うんだ。絶対来ます、だって絶対来ますね。それを女性が望んどるわけや、世の中の女性が男に美しくなってほしいと望んどるから。かっこよくなってほしいですもんね。かっこよくなってほしい、やっぱり。確かに横浜流星増えた方がいいですよね。それはめちゃくちゃ嬉しいです。確かにな。いやいや、そうなんですよ。ぶっちゃけな。本当に全然本当変わってますから皆さん。それだけでもなんか嬉しくなりますね、こちら。次ですね。次はですね、顔にちょっとジェルを塗っていきます。付着電流を流しながら、やっぱ顔にも筋肉がたくさんありますので、はい、そちらのコリなどをほぐしていきますね。なるほど。なんでもっともっと小顔になっちゃいます。あ、小顔に。はい。ちょっと片方だけでやってみるので、ちょっと。こんだけいろんなことやったらそれはなんか変わるもんな。プラシーボ効果もあると思うんやって、これ。まあまあ確かに絶対なんかこんだけやっとうから俺美しくなるわって思うやん、うん、その気持ちが結局大事だって。顔もでもかなりすでにもちっちゃいですよね。まあ、ちっちゃいですね。結構言われますね、それはね。じゃあやっていきます。はい、ここから失礼します。これめっちゃ気持ちいい。おー、すごい、震えてましたもん。そうですね、気持ちいいから。筋肉にこう反応して動いていきますね。小顔ローラーみたいな。結構これ好き嫌いが分かれるんですけど大丈夫ですか？これめっちゃ気持ちいいですね。おー、よかったです。マッサージみたいですよね、なんかちょっと。そうですね、これね、本当に輪郭全然違うので。あ、変わるんですね。そうですね、むくみとかも結構取れるのでおすすめですね。すごいこれ。
結構ビクビクってきますよね、これ口が動いてますね。そこすご、首とかも結構やっぱり首は首は痛い、リンパがえぐい、リンパが詰まってるってこと。そうですね、やっぱここが一番結構毒素が溜まりやすいところではありますので、ここほぐしてあげるだけでもすっきりするんです。そうですね、首のあたりとかがやっぱ変わってきます。めっちゃビリビリするめっちゃ気持ちよさそうですね、うん、なんかめっちゃ疲れ取れる な、 なんかすごい、ほんまになんかゴリゴリいやなんか振動がもうずっとくるみたいな。そうですね、目元もやっぱり眉の位置とかも結構変わったりするので。眉の位置変わるんですか。はい、変わります、ね、上がるんです目の、はい、高さ。へえ、めっちゃいいですねこれ。これめっちゃ変わると思うな、片方。分かるんですか。片方だけちょっとやってたらちょっと違いで分かるかなって感じですね。結構目の疲れとかに良かったりする。眼精疲労。眼精疲労です。目の疲れエグいもんな。最近もずっとライブ配信やってるんで、TikTok ライブ見てます。TikTok ライバーなんで俺、本当に。TikTok から光生まれちゃってる。やっぱ影響力持ってほしいなって思うんですよね。脱毛さんを広めていく上でも影響力なかったら広まらないんで、テレビ出る前のちょっと下地を作っておきたくて。ああ、もうテレビにも。もうテレビ本当出ますマジで。いやーちょっとそれは、はい。出て僕に文句言ってくる芸能人ボコボコに論破しちゃおうと。はい、絶対出てくるんで、とりあえず本当にもう片パシャ蹴散らしていきたいんですよ、ね、それちょっと見たいですね、はい、テレビに行っちゃうんですね。テレビ絶対出ます、その広告として使います、テレビを。もう脱毛サロンとかもバチバチ宣伝しちゃろうと思っていやーお願いします、はい、それ大事だなと思って。でもそういう発信をしてる人は俺見たこと確かにないですけどね。今考えたらテレビとかで美の意識を上げるような人で、うん、大きな影響力持ってる人で、そう、密着してほしいもテレビに。なんかああそれ熱いな、うん、光の一日密着。そうそうそう。撮れ高めっちゃありそうですけど、ね。そうですね、すごそうですね。いろんなことやってる、うん。それの宣伝の効果すごそうやろ。テレビの方がやっぱり結構 YouTube より。そうが光も広いですよね。そうですね、やっぱりいろんな人が知ってくれるのかなってあります。俺のこと知らん人が見てくれるのでかいと思います。どうですかね、ちょっと変わりました。違うがちょっと若干上がってますかね。と似合う自分で。違うっすね、やっぱ違う。若干ちょっと、はい、全然違う、ここはもう違うやん、高さがとなんか輪郭がガーンって変わってない。ここ上がってますね、めっちゃ。めちゃくちゃ確かに上がって、眉の位置も若干上がってます。確かにすごそうなんです、すげえな。めっちゃ気持ちいいやな、これよかったです。めっちゃ気持ちいい。反対側も一緒の、はい、すげえな、これさらに小顔にこれやっとったらそれめっちゃ変わるやろな、うん、そうですね、やっぱこちらは本当に1週間に1回とかで全然来れるので、こんなんめちゃくちゃ効果あるもんな、実際。絶対通ってます、ね、通ってる方はもう結構通ってますね。若くからやってたらそっちの方が肌良くなるのも早いじゃないですか、若い方は。そうですね、それがいいですよね。早い方がやっぱそうですね、うん、ターンオーバーが早いので。俺若い頃きつとったらもっとやってたんだよ。確かにこれはだからお金稼ぐスピード早かったんやけど、やらんかったから、俺27歳ぐらいまで何もしてこんかったから。知らなかったんですよ、そんなことを。この肩がめっちゃビクビクする。左の方がすごい、なんか連動してる感じが、なんかやばい。左が利き手なんだ。左利きやから分からんけど、こってるの。それがめっちゃ動くもん、これほらビクビクしてる。ほんとですね、すごい連動してる。これ通う、俺これ普通になんかマジで単純にマッサージとして気持ちいいやな、まず、うん、そうですね、プラスで美のためにも納豆っていう、うん、だからなんかこの二重で美味しい。脱毛してこれして、まあ送信は俺必要ないんやけど、多分あまり、まあお腹ぐらいってありかもな。そうですね、なんかこう腹筋とかつけたい方は、痩せてる方だと結構出やすいので。へえ、流星君すごい体してますもんね。いやー、そうなんですよ脱ぐとすごいんですよ。だからそこっすよね、結局そこの良さもやっぱやばいですよね。いつか流星君と共演したいな何してんの気になるやな。普段その瓶に対して何かしとるんかなって。絶対しとると思うけど、生まれおった女なのかどうなんやろ。いやー、どうなんですかね。なんかしてそうな感じもしますけどね。めちゃくちゃ高そうっすから、はい、これ1週間に1回ぐらい。これめっちゃ気持ちいい、はい、やったら全然変わってくる。ガチでなんかこれ結構変わってきますね。なんか普通の表面マッサージよりも内部をなんかやってくまっといてるじゃん。内部マッサージみたいな一番いいやつよ、それ、うん、これって料金どれぐらいなのか。今4点セットやったじゃないですか。はい、今キャンペーンで900円になりましたけど、はい、初回。そうですね、定価だと3万5000円です。やっぱ結構するんやね。それがするんすね。でも美容ってそういうことなんだって言ってくね。それがさ、つどつどなんで、一応おコースが用意してありますので、コースだと6回から60回までありまして、うん、単価が6回だと2万円になっております、うん、なのでつどで買うよりもおコースの方が安いと思う。お得です。金持ちがモテるっていうのってさ、金持ちでここに金かけれるやん。いや、そこやねんな。いや、でも実際さ、俺なんかその女優の人とかが IT 企業にちょっと結婚するやんか、うん、何でかって思ったのよ。俺多分女優
って美しいわけやん、うん、その美しさを維持するためにはお金が必要やんか、まあ、間違いない。だから結果お金持ちと結婚する必要があるんやろなと思えた。そのお金持ちの人も多分かっこいい人なんや大体な。そのやっぱ肌に気使ってたりするやん、そういう人ってやっぱ、うん、逆にでもお金持っとる人で瓶にまだ力入れてない人は伸びしろすごい。確かに絶対した方がいいと思う。俺の視聴者の人おると思うやん、めっちゃお金持っとるけど何もしてへん人、はいはいはい、伸びしろしかないからやった方がいいと思うけど、そういう人も余裕があるんやったらさ、これ脳すごい、脳がもう震えとるよ頭やっぱこの辺とかも結構眉上、結構リンパも詰まってるので、はいはい、眉上って詰まってるんですね、うん、この辺も結構くるんですよ。やばい、この辺もしっかりとほぐしたい、はいはい、まあ、苦手な人おるんかもしれないけど俺はめっちゃ好きやねこれ。おー、よかったです。これ普通に気持ちいいもんな。左右一緒ぐらいにさらにちっちゃくなったかなと。小顔効果、はい、思います。確かに大丈夫ですか。あった、すごい。これ週1やったらマジ小顔になれるんだ。もっとではそしたら次は、はい、パックをしながら、はい、導入していきます。まだ続くってすごいな、これ。はい、まだまだ。これがまだ続くだから、ワンセットで、はい、まあ、3万ぐらいってことですね。そうですね、定価だと。すごいな、こんなくするんやな。確かに。一応コースだとこちらのピト幹細胞を使ったセルビオパックというものに付くので、結構コースだとお得ですね。1枚ほんと3000円するので。3000円するんですか、これ。そうなんですよ、これ、めちゃくちゃ高級なパックで、5枚売りとかでも販売してるので、皆さん大事な日の前とかで使っていただいてます。本当にシートが他の市販の売ってるようなものとは違って、生春巻きの皮みたいな。確かに密着率がすごい、めっちゃ薄いし、なんか薄いですね。すごい、これなんか肌に溶け込むみたいな。なんか男性 YouTuber 一、多分美容にお金かけたと思って、時間と間違いない、うん、多分な。そこを第一線を取りたいなの。男性 YouTuber でこんだけ肌に多分こだわってる人いないと思います。日本の YouTuber で一番垢抜けたの俺やと思ってた。ああ、確かに垢抜けランキング。マジでそれは絶対間違いないよ。ここまで買われるってことを証明し続けていくわ俺は。最後ですね、こちら導入していきます。エレクトロポレーションというもので、はい、電気パルスを使ってやっていきます。細胞と細胞の間に穴を開けていく感じですね、はい、見えない穴みたいな形で穴を開けていって、美容液成分も中に浸透させていきます。これもちょっとやっぱ電気で、電気パルス使うので人によってピリピリする方も若干ですね、これちょっといらっしゃる。ほんと分かんないレベルです、これマジで。イオン導入とかって、ね、やってると思うんですけど、それとは違って、中のこうヒアルロン酸だったりプラセンタだったり高分子の美容液も皮膚の下の方まで入れてあげることができるので、はい、めちゃくちゃこちらやると毛穴もちっちゃくなりますし、肌本当に美白になります。あ、めっちゃいいっすね。はい、なかなか忙しいからこの週1こなすって無理かもしれんけど、これやりたいな週1、ほんまにこれ。なんかそのリラックスできる、リラックス。そうですね、本当に人にやっぱこう触られるとかやってもらえるっていうのは本当にリラックス効果が倍増するので、やっぱこれ自宅とかでこのパックとかちょっと面倒くさかったりするんで続かないんですよね、本当に僕ら。そうですね、もう本当に月1とかでも最低本当に来ていただけると肌全然変わってきます。月2は行きたいなこれ、ぜひ。ダムペンとかやってる方でも一緒にこうやっていけますので、はい、あ、これダウンタイム中はやらない方がいいですよね。そうです、ダウンタイム中はちょっと先開けてから、はい、開けていただいて、なんで一緒に同時にやっぱりニキビもできづらくなるので、できたとしても大事ですよね、治り。元はアトピーとニキビ肌と乾燥肌全部持ってましたからね。僕の顔全部持ちっすよ。最悪の3000円と思ってたんで全然わかんないですね。今多分僕全部ないんですよ、うん、そこまで変わるんですよね、肌って。努力の証ですね。結局そういうことなんで、本当に今だからそこで悩んでる人がいるんだったら治るってことはね、伝えたいなと思います。20後半でそれなわけから、20前半だから、うん、多分しっかりこういうのやっとけばもっと多分、そうやね、ほんまにそうやね、楽になるじゃん、もっと良かったなと思う、うん、綺麗な状態を保てるんで。だからお金どこにかける方がいいですかって言われるけど、うん、絶対美容やと思う俺は。あ、自分に金かけるっていうことが。確かに服とかよりは俺絶対肌とかにやった方が、うん、服なんか別にさ、ユニクロ着なくても言われたらおしゃれやったらおしゃれやからさ、うん、飲み代とかちょっともったいないかなって飲み代確かにね、モテたいんやったらそこに金かけるさっき肌っすね、肌が一番時間かかんねん。服って別にいつでもおしゃれになろうとなれるやん、はい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 、やってもらえればそこでしてもらえば終わりやん、うん、流行っとる同じようなマネして終わりやん。でも肌って時間かかるからさ、うん、一瞬で美肌にはなれへんやん、うん、一瞬でも1ヶ月後じゃあ綺麗になりますってありえへんもんな。歯と肌が一番大事だと思うの俺は。トーンアップしてる感じが、確かにトーンアップしてますね。トーンアップしてる感じがありますね。全然違う、なんか確かに美白になりました、歯なんか白くなりました。そうなんですよ、これ終わった後結構皆さんやっぱ白くなるので、すげえな、全然違う、はい、これ続けていくうちに本当に肌、お前ホワイトバランスいじってない、いじってないやん、うん、でも確かに俺めっちゃ確かに肌変わったかもな、ノーマルカメラに撮ってみて思ったわ、これすごいな。
最後ですね、はい、まあ、お冷やしですね、やっぱ開いた毛穴しっかり美容液なんか入れてあげたので、はい、クールで冷たいもので閉じていきます。あ、なるほど、冷たっ、何これすごい冷たいです、気持ちいいな、これめっちゃ気持ちいい。これで中は閉じ込めるんですね。あ、そうですね、美容液成分をしっかりと。すごい、これ初めてやった。気持ちいい、やっぱ肌綺麗な。だって俺欠かさずに肌のやつだけいくやろ、うん、俺どんだけ忙しくてもどんだけやってもどんだけ疲れとっても優先するやろ、そこ。俺確かにスケジュールで前さんが俺が肌施術やってダウンタイム入ったのに次撮影だったらちょっと切れたことあるもんな。そこまでこだわっとこう、俺ほんまにそこだけが大事だと思っとうから。未来に向けての投資やからこれは俺が未来大きな舞台で活躍するために歯と肌を極限まで高める。歯の矯正始めたのもそれがきっかけやし、全て未来につながっておるから俺の行動は。歯の矯正でもだいぶ顔変わりましたからね。輪郭が全然違いますね。これめっちゃ気持ちいいっすよね。これ本当ですか。これしっかりとちょっとお冷やし、これあったかくなったりもするんで、一つのヘッドで途中でちょっとこうホット入れてもこう血行促進してあげて、めちゃくちゃそちらも気持ちいいです。キャバクラ行って必死にモテようとする男はそんな金ないってこれ一回行った方が早いぞって話だ。確かに絶対こっち。キャバ嬢に金使うよりかっこいい顔で行った方がモテるぞって話よ、ね、横浜流星来たら別にお部屋飲んどってもモテるからな、うん、間違いないから、間違いない、関係ない、関係ないから。ほんまになんぼ酒頼んだかよりもどんなイケメンが来たかの方が大事やんか。なんかかっこよくなっていくべきよな、行くなら。努力は裏切らんからな。やっぱ多くの人ってほんまに変わるんかって思うかもしれんけど、これマジで変わるからな。もう積み重ねやから1年継続できたらもうマジで別人になっとると思うで。もう俺の場合は3年目やけど、動画を見てもらって分かるもんな、ね、3年前とかのさ動画を。確かに俺のやつ遡ってくれると分かると思う。全部半年前、1年前、1年半前、2年前とかで、もうなんか顔が全然違うから、もう整形レベルで買っとうかな俺やっぱ疑われますか、整形。言われますよ、やっぱり整形したのって言われるけど、もう実整形はしてないんで、いろんなことやってますけどね。その1個でとかじゃないんで、脱毛サロンに来たから全部変わるわけじゃないけど、でもやっぱ美意識が上がったっていうのが一番のポイントかなと思いますけどね。いろんなことを試して、やっぱ自分に合うものを見つけるようになったんで、いろんなものを試すようになりましたね。でも自分に合った施術を頼むして、それを続けることが大事だな、合うやつだったら。以上で終了でございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お痛みとかないでしょうか。全然大丈夫です。気持ちよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、すごい。でも確かに変わった気がするよ。めちゃくちゃ全然違う。綺麗くなったし、本当に。違うもんな。これってもうここまで化粧水とかつけた方がいいんだよ。なんかもうそのままいいんですか。基本的にそうですね。終わったらちょっとクリームをつけるんです。確かに小顔になっとうな。この輪郭こんなシュッとしてましたね。やばい、こう起き上がったら初めてわかる。おー、確かにな。すごいな。でもやっぱちょっとまだ肌汚いな。惜しいな。ごめん。触った感じやばいぞ、これ。めっちゃやばい、これ。この肌持っとったら絶対好まれるっていう話だよな。じゃこれ触ってみたら、ビビるで、この肌。あ、すごい、これやばいぞ、これ。この赤ちゃん肌みたいな。いや、これすごい、この肌。これ一番気持ちいい肌じゃない、多分。確かに。これ何これ、すごい。確かになんかひんやりして、そう、これすごいわ。もうちょっとセンター分けしよう。ちょっと面倒くさくなった、これマジで。これちょっとセッターで入れますね。手抜きやめて呼んできて、ちょっとちょっと、はい、あ、来ました。これ、お願いします。あ、今、やっと本命が来たの。いや、あのね、今来ました。絶対切り抜かれるんで、僕でも、ただ、ただ、これさ、ビビります。だから、トーンアップした、触ったら分かる。やばいです、これ。あ、確かに、水分量めっちゃ多いけど、これすごいな、これ。確かに。何や、これ。変わりました、顔。いや、なんか、てか、ここが削れましたね、めっちゃ。これちょっと、マジ、周囲しかあった方がいい。これやばいから、ここが。そう、めっちゃ気持ちよ、すごいですよ、本当に、これ。マジで。目が開いてるんじゃないですかね。確かにこれやばい、眼精疲労、鬼ほど取れたぞ。あれ、ほんまに気持ちがした。これとヘッドスパ組み合わせやばいことになるやろか、マジで。これ髪型、それ直せもらえない。ここから直せるの。直せるのないんすよ、だから。ここからこれやってる。だから手抜きっすよ。それは直せますよ、これ、こっから。え、だから、はい、話してたんですよ、今。あ、どうしましょうか、みたいな。はいはいはい。あんなターバンまですると思ってなかったんで。まあまあそうっすよね、はい、どうします。最悪一回美容室で場所借りて直すかっていう話をしてました。今何もないらしいです、ここにドライヤーとかも。手ぐしだけで、手ぐしだけで行くしかないぐらいのレベルらしいです。手ぐし行きましょう。じゃあドライヤーもないですかね。ドライヤーもない。まだオープン準備できてないので。高木さん、まさかのあれですね、急遽ワックスとかあればいけるんですよね。確かにワックスはできるかも。こう普通にくしゃくコンビニとかのワックスもいいですけど、まあ、ジェルとかあったらいけるっすけどね。確かに、ですね、これ顔めっちゃいいわ。これめっちゃいいな。ちょっとこれ脱毛とセットでやったらめっちゃ時間効率いいしな。これ1点もできるのはでかいな、これ。そんな時間かかんなかったですよね。ただって気持ちいいんで。ゴリゴリ痛くないんですか。あ、めっちゃ気持ちいい。ブルブルくるんですよ、振動っす。ビュビュビュって動くんですよ。めっちゃ気持ちよかった。ちょっと今から女の子会いたいな。
ポンチさん、女の子会いたいらしいですよ。あ、でもポンチさんの、あ、ちょ、やめましょう、やめましょう、何ですか、何ですか、やめましょう、ほんとに。じゃあこれちょっと、100% ささげさん出ますよ。ありもんで何とかしますよ。このままだと僕がずっとサボってるやつみたいになっちゃうんで、 TikTok とスマブラ見てる人になりますので、 100% 勇気ならない、100% ささげですよね。そうさ、100% ささげ歌に行きましょう、多分。いやー、めっちゃ変わったな。でもまだまだやっぱ肌の課題はあるな、いっぱい。なんかこんだけいろいろやってるじゃないですか、ヒカルくんが施術、はい、それでああやっていいって思うっていうこと結構マジもんですよね。ぶっちゃけあ、これ絶対そんなに意味ないやつだっていうの分かるじゃないですか。まあ分かります。でもあれはいいっすよ、まあ、あれは弱点があるとすれば本当通わないといけないことでしょうね。通うこと前提だと思うんですよ。通ってればやっぱりやばいことになってると思いますね。だからといって、じゃあまあまだやんなくていいかは遅いから、気づいた時が始めた。でも余裕がある人は絶対やった方がいいと思いますよ。あとはもう経済的な問題だと思うんですよね、時間的な問題と。でも結構僕の男性視聴者、お金余裕ある方いるんですよ、ね、そういう方はやっぱね、やっても損ないんじゃないかなと思いますけどね。実際俺が顔変わって本当にやってよかったなと思うんでね、マジで周りの見方が変わりますよ。こう考えるとやっぱな、髪の毛センターってめっちゃ楽よな、崩れへんもん。あとなんかな、プライベートで寝る時とかあるやんか、寝て起きた時もほぼ崩れてない、ね、で起きてそのまま YouTube 撮れるぐらいのレベルね。でも前髪の人だったらめっちゃやばくなるから結構時間かかるね、修復に。ここからね、こう刺されて本気が見れますよ、本当に。1時間持たないんでね、最初の本気。大体30分限界なんですよ、そういうの。結構短距離走型なんで。あんだけ長距離走れるのに、うん、だからやろうともやれるんやけど、本人やる気がないってそれがやっぱ佐々木さんの弱点。そうなんですよね、短期でやっぱ結果出しますから、ね、短期集中型なんで。そうなんですよ、佐々木さん。僕もと同じぐらい容量がいいんでね、やっぱ容量がいい人っていうのはそういうとこありますよ。うまくサボりますから、ね、だから容量がいいんですよね。頑張った時間で結果が出るってわけでもないからな、短い時間で最高のパフォーマンスする人がおるから、世の中には。ちゃんとこうできる人って結構無駄な時間がなくすじゃないですか。そうなんです。それが一番賢いんですよね、結局。仕事しました。 OK です。よし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 で、最後の動画見よ。いやー、フェイシャルめちゃくちゃ良かったです、本当に。肌が整った感じするもんな。ガチでこれ1週間に1回予約して通いたいなって思ったんで、まあちょっとスケジュール的に行けない日もあるかもしれないですけど、通いたいですね。で、脱毛も普通に2週間に1回とか通いながらね。まあ俺脱毛はもう結構行ってたんで、もうあとヒゲぐらいかな。あとはもうほぼないんですよ。手が生えてこないというか、ヒゲも迷ってたとこあったんですけど、年取った時になくなっても嫌かなと思ってやめようかと思ったけど、やっぱでもツルツルの方が本当は楽なんで、そこももう一回頑張ってみたいなって感じですね。でもやっぱこの足の毛だけだったらでかいな。あとこの辺、脇とか、あとお尻とか全然違う。全然違うな、あれは。今後もちょっと通っていきたいなと思います。皆さんね、こう脱毛とか美容に対して興味持つ人、まあ、この動画をきっかけにいるかもしれないですけど、初回900円のキャンペーンで、ね、絶賛やってるので、概要欄の方に詳細載せておきますので、ぜひ来てほしいなと思います。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこの後福岡で観光か、どうする？その名古屋行く？あ、もう名古屋も行っちゃいましょう。まあ名古屋もまあね、新店舗なんで、さすがにどんな店舗なのかって一応やっぱ紹介しておきたい。見てるんですよね。じゃあ一応まあもうこっからバタバタなんですけど、東京から福岡で次名古屋でまた東京戻るんですけど、名古屋行きたいと思います。思います。はい、名古屋の店舗着きました。でもちょっともう疲れてるんでもう帰ります。はい、正直もう疲れてるんで、本当に朝からこんな入って、もう今夜なんで、しかもやることもないんで、もうさすがになんかまた施術受けるのしんどいんで、もう本当にもう帰ります、一瞬で。はい、名古屋もテンポあるんで来てください。お疲れ様。あ、あるわ。こちら入れてください。人見ない。